さんのプロが、なんだこれは、1回戦進出いいのかなですね。次が、ワンピー側、ワンピー側、花丸木と合体したい、花丸木と合体したい、花丸木と合体したい、ワンピー側で。2P 側が、ティファニーさんの武道でお願いします。前回優勝者の、花丸木と合体したいのオルテガですね。花丸木と合体したいっていう名前で出てはいるんですが、この大会直前に花丸木さんが来てしまったので、ちょっと、こう、気まずそうにしてましたけど、大丈夫ですか？さあ、肉麺機じゃねえ、花丸木と合体したいオルテガが、武道を捕まえて、こっから、もっとコンボ見せる。さあ、じゃあ、ダッシュライが、ダッシュライ、ダッシュライで攻めていき、対空をしっかり見ている。さあ、そして、超気じゃねえ、トリューブを重ねて、削り殺しとオルテガが1本取っていく。ラウンド2、ファイト！さあ、花丸木と合体したいオルテガは、さあ、一見ラリアットを当てていく。いきなり画面端。さあ位置を入れ替えたブローだが、さあこのオルテガにどこまで戦えるか、スライディング差し込んで小足が当たってしまった。しかしおっとちょっと今日の花丸木と合体したいのオルテガがちょっと冴えがないですね。おっとコンボも見せてまた見せる。あれちょっと花丸木と合体した人ちょっと大丈夫ですか今日は。とりあえず冴えがないんじゃないですか。さあ掴んでマッスルボマさあ、花丸木と合体したいオルテガが、花丸木と合体したいオルテガってやばいね。まあいいや。さあ、1回戦進出で、次、ワンピー側、南海さん、顔ぶれやってるね。ワンピー側、南海さんのタイタンで、2P 側、俺のハガーで、俺のハガース。実況、どなたか、あ、やります。カプコン。実況の代理ということでやらせていただきます。1P 側に座るのが南海タイタン、2P 側に座るのがイーデスハガード。さあ、技名を何一つ知らないこの俺が実況します。さあ、開幕。ちょっと当てて。ダッシュ攻撃から、おっと危ない。コパンから、ダッシュ攻撃です。で、固めに入る。さあ、あっと、抜けるんだ、タイタン。壊し振るが、ちょっと、間合いが遠かった。投げて、スクリュー。あ、技は読み切り分かった。あと、ダブルラリアットは分かるわ。コパンから、ドップル、タックルと。さあ、固めで、おっと、これは危険。さあ、剣に召されてしまう。さあ、ちょっとで、ピヨって、最後は、立ち。1ラウンド選手は、イーデス・ハガー。ラウンド2、はい、さあ開幕タックル。さあ後押しかけていく。さあ林は見ている。さあ表から仕掛けにかかるのがイーデス。さあ下段とタックルをうまく使ってパチガードをさせない。さあしかししゃがみガードをすると固められてしまう。さあ林いい投げ。さあネックハンギングツリーからセットプレーはバックラッシュで来ない。足払い。さあパチキは使っているが、さあ画面端危険な状態。さあジャンビー。さあここはパイク見ている。さあここはまだ駆けずり回るのはいいです。が南海のタイタンちょっと苦しいが、タックル壊し、タックルからスクリューかまして勝っているのはいいです。ただこのキャラを練習する時間がね、今週はちょっと今回はなかったので、まあまたハガーとそう左遷あんなんで左遷次ですね、ゼロ回戦最後になります。1P 側トモさんのザラゾフ、 2P 側がトチカさんのタイタンでお願いします。あ、逆で OK です。じゃあ 1P 側トチカさんですね。 2P 側がトモさんです。先週の大会から僕1回もやらずに今日来て、さっきワンプレイしてなんとかそう難しいことはないから、下 A と前々 A しかやることないです。
章が上がっていいんですか、まあ、いいですけど。さあ始まっていけ。タイタンが同時して暴れている。さあ何かが飛び道具飛ばしたり足払いやったり、サウンド行ったり投げてみたり。さあタイタンの体力がもう半分切っている。さあパシパシ怪しい繋いで、さあタイタンが走り投げから必殺投げをきっちり決める。さあ飛び込みからまたしても投げ、スタミナ投げをして結構減るんですよね。さあ飛び込んでいき、シャミエをぐんぐん振ってる。そしてガードして同時に暴れて、さあザルフの体力もなかなかいい感じに減ってきてるぞ。さあタイタンが、さあ中段、中段ブンブン振って、さあ中段振ってブン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 、いいよ。さあ16問引く、しかし体力負けしている。スライディングが当たって、さあお互い体力ないところでザラゾフの、ドロップキックが決まり、トムさんのザラゾフが1ラウンド選手。ラウンド2ファイト。さあ第2ラウンド、画面端でトリオを飛ばしていくザラゾフ、詳しい詳しい、ダヤシこの辺きっちりしてますね。さあ反撃していきたいタイタンだが画面端に追い詰められている。さあ、つかみが、つかみから必殺投げ、きっちり決めて、さあ、つかみからまたしても必殺投げ。さあ、タイタンが危ない。さあ、そして今度は通常投げ。さあ、今度はこの3のキャラ族ですね。これで、ゼロ回戦が終了となります。リングに上がる資格を、というわけで、1回戦いきましょうかね。一回戦、ワンピーはボマー中毒、デブ君、アットマーク、バトコロゼの、オルテガ、ツーピー側が鈴木さんの武道でお願いします。カプコン。バトコロゼっていうことは、回転音が知ってないんで、ちょっと気になるところですけど。ラウンド1、ファイト。今日も来てくれない回転音。よろしくお願いします。知らない可能性すらあるんだけど、回転。さあ、画面足に武道は追い詰めていたが、ロープ投げを食らって、さあまたしてもロープ投げ、壊し壊しから、さあマッスルボマーいけなかったか、壊しがちょっと下がってなかった。さあ掴みはしっかり上げる。さあ今度はボタンを押してたが抜けれてない。今度はボタンを押すのが遅かったぞ。鈴木さんのタイミングこう、ここだと見えるからいいさあマッスルボマーを食らって、バトルゼさんのオルテガが1ラウンド1ラウンド選手していく。かかとを重ねて僕に振りてみるも当たらず、さあ今度は当たる。さあ分身がついた武道はなかなか凶悪。パシパシパシ、さあパシから同情し、あの同情しがなかなか素晴らしい。おっと、スタミナきっちり見てますね。素晴らしいですね。このオルテガなかなかやりよる。さあ足払いからスライディングを切って繋いでいく。さあしかしオルテガ側もなかなかいい感じにきちんと耐えている。さあ腰からロープに振って帰ってきたところを大パン。さあささだのなんかチョップが入らなかったですけども、さあ臭い距離だと外足を振っているスズキロ。さあそしてロープに振って腰腰突っ込んで、ちょっと目押しがちょっとミスってる感じですかね。もったいない感じです。さあしかし武道の体力がもう残りわずかだ。そして鈴木は掴みが見えていない。おっとなんか変な反応してたぞ。さあ壊し暴れが強いぞ武道。しかし時間がないぞ。これやってると危ないですね。さあ血風陣やるが、さあ今通常の映画の方が良かったかもしれないね。鈴木武道追い上げを見せるも惜しくも敗れてしまい。